ちょっとずつやっぱり成長してきた時に見える景色が変わってきた。やっぱりどうせやるなら人と違ったこと、特にサッカーから、得られたものが大きいですし、悩んだのは戦力外通告を受けた時、はい、よくぞ戦力外通告を言い渡してくれたって思いますよね。熱くなっちゃうと、はい、やっぱり言っちゃうんで言っちゃうってな。そうなんですよね。自分の可能性を一番奪ってるのはあなたです。97の、確実性よりかは、はい、もう 3% の可能性だけにフォーカスしていく。全ての30代に伝えたいですさきもとさん、よろしくお願いします。お願いします。これ30代のビジネスパーソンをターゲットにした番組作りたいなと思ってまして、さきもとさん今40、今年41の年です、ですよね、はい、なんでこうまさにこう30代もいろんなキャリアを、はいはい、事業っていう意味でも築かれてきたと思うん で、はい、で私もずっとそのサッカーを励んでたので、はい、まあ、現役時代の話もそうですし、またそこでこう感じたこととか、はいろ、はいろ伺っていきたいなと思ってるんですね、はいはいはい、バリエンスの、はい、事業としては、はい、どんな事業をされてるんでしょうか。サーキュラーデザインカンパニー、循環をデザインする会社として、世界中にあるあらゆる価値のある実物資産を不必要な人からこう必要な人につなぐ、まあ、いわゆるリユースっていう事業を行ってまして、はい、なんぼやっていう、まあ関西丸出しの野望で、はい、今日本国内買取専門店を130店舗ほどで、海外はアリューという屋号で、はい、こちらも買取専門店なんですけど40店舗を展開して、まあ、主にリアル店舗を主体として一般のお客様が不要になられたものを、まあ、弊社のその鑑定士彼らがこのようなコミュニケーションの中で商品を買取させていただいて、まあ、日本を含めたグローバルの拠点で買い取ったものをまたグローバルにこう再流通していくっていう。ほんで今メインに扱ってるカテゴリーというのが、時計、ジュエリー、バッグ、アパレルといういわゆるブランド品を中心として骨董品とか美術品とか、はい、さらには車とか、はい、不動産っていう本当にあらゆるカテゴリーを、実物資産の課題をワンストップで解決するということをビジョンに今やっている会社ですね。そのブランド物とかはイメージできるんですけど、はい、車とか不動産っていうのも、はい、いわゆるこう、まあ、リユースみたいな形で、まさにそうです。まあ、ニーズがある人同士でこうつなぐっていう感じ。あ、そうです。なんか普通の車屋さんとかの買い取り屋さんはお想像するとすごいもう競合がひしめいてて、はい、なかなかこう参入しづらいようなイメージ、うん、多分描かれると思うんですけど、はい、まあ、まさにおっしゃる通りで、だから僕たちはどちらかというと今なんぼやに世界で月間3万人ぐらいのお客様が、はい、もうタッチポイントあるんですよ、はいはい、ブランド品買わせていただいたお客様から潜在的に眠ってる課題をコミュニケーションの中から顕在化していくみたいな、まあ、独自のアプローチで、はい、なんかそのお客様のお困りごとを解決していくみたいなアプローチで今カテゴリーを増やしていってるっていう感じですね。なんかメインはブランド品今はということですね、はい、事業をここまでこうスケールしていく中で、はい、想像してました、ここまでの規模になるっていうこと。いや、もう一切ここまでは描けてなかったですね。もう毎年毎年もう目の前の課題を地道に解決した結果、ちょっとずつこう景色が広がっていって、今もなおそんな感じですね。あ、今もそうですか。今もなおそんな感じです。今満足してないですか。満足したことはなくて、はい、もう満足したらもう成長が止まってしまうというか、だから現状満足は衰退のみというか、はい、だからそんな感覚で、まあ、チャレンジはし続けてるって感じですかね。こういういわゆる今のおっしゃってたリユースっていうことも含めて、はい、この事業のなんかポテンシャルっていうのは結構あるんですか、うん、まだまだこうスケールできるような要素というか。かなりポテンシャルはあるというふうに思ってまして、まあ、ラグジュアリーブランドの新品の販売総金額が年間で大体45兆円から50兆円ぐらいあるんですよ。そんなにあるんですか、はい、で一方で、リユース市場、はい、新品のうちリユース市場に回る割合っていうのが大体 10% ぐらいなんで、うん、まあ、4兆円とか5兆円が今リユースの市場規模、はい、つまり45兆から5兆円引いて40兆円が毎年のように世界各国のクローゼットに積み上がっていってるんですよ。そうか、だからみんな所有はしてるってことですよね。そうです、そうです。それだけの規模のお金が動くブランド品で所有されてるけど、はい、リユースでは動いてないってことですね。そうです、一部しか、まあ、メルカリさんとかのおかげで、うん、その物を手放すっていうことが結構カジュアルに、はい、まあ、ライフスタイルにもなってきてるんですけど、一番の課題はタンスで眠っている、クローゼットで眠っているそのラグジュアリーなアイテムたちの
市場価値というか相場というものが、まあ、資産の目減りがあるんですよ。やっぱその古くなればなるほど、まあ、ヴィンテージとかアンティークのものは上がるんですけど、はい、トレンドのものって基本的に買った瞬間から下がっていくんですね、はい、だからクローゼットの中のもの自体の価値はもう毎日のように実は下がっていってるんで、はい、そういうことを考えると私たちが顧客にそういった資産性の高いものの何か気づきを与えて、はい、物を手放すきっかけを作っていくっていうのが今僕たちの一番の課題かなと思います。そういうことですね、はい、この事業を思いつくというか、うんうん、そもそもの、ね、きっかけっていうのは何だったんですか？きっかけは実は父親が、はい、大阪でこのリサイクルショップを経営してまして、はい、で私もともとサッカーしてたんですけど、はい、サッカーをまあ辞めたと同時に、まあ、兄2人がもう父親のもって働いていたので私もラブコールを受ける形で入社して、うんうん、で父親がもともと行ってたそのリサイクル事業を、まあ、3兄弟で、うんまあ、お前たちもやってみろみたいな形で任せていただけたのが僕たちのビジネスとしてのスタート で、はい、でただ当時扱ってたものって、まあ、電化製品とか家具とか、はいまあ、街にあるリサイクルショップみたいなイメージしていただけると分かりやすいと思うんですけど、はい、あんな形でやってたんですよ、はい、で私もスタートして1年目2年目で過ごした時に、はい、十分それでも事業としては成り立ってたんですけども、はい、やっぱりこれからの3年5年の未来を考えた時にどうしても自分たちが今扱っている商材っていうのは物は大きいんですけど、うん、単価は低い、うんうん、しかも新品の価格はどんどん下がっていく。だから中古としての転売差益がなかなか稼ぎづらい商材に変わっていってたんですよ、はい、でこのままいったら自分たちの成長は鈍化しそうだなっていうことを考えて、じゃあ何かこう魅力的な商材がないかって考えた時に、まあ、例えば一家に1台冷蔵庫や洗濯機があるように、まあ、一家に1点ルイ・ヴィトンがあったり、はい、金のネックレスがあったりするでしょうと、はいうんうん、そんな仮説のもと、まあ、冷蔵庫洗濯機を買い取りに行くついでにこういう商品も買い取りしてますっていうようなことをご提案差し上げると、はいまあ、じゃあこれはどうだこれはどうだみたいな形で査定させていただく機会をいただくことができて、その時にあんまり当時はブランド品の買い取りをやってる会社もいなかったので、はい、お客様からしたらついでに、うんそんなものも高く売れるっていうことを分かっていただいたんで、これも売るわこれも売るわっていう感じで売っていただいたことがきっかけで、でも本当にあんだけ重たい思いして、はい、冷蔵庫洗濯機運び出して、はい、ルイ・ヴィトンとか木のネックさんって、まあ、言うならば自転車に乗って持って帰れると、はい、この効率性みたいなところに自分たちは価値を見出して、うもうそこからもう2007年ですね、はい、に、まあ、このブランド品というもののポテンシャルは非常に高いと思うからやらせてほしいというか、はい、ちょっとチャレンジするというようなことを言ったら、はいまあ、最初すごい怒られたんですけど、怒られたんですか、うん、なんかそんな危ないことやめとけとか、はい、そんなもん絶対無理やみたいな感じで最初は言われたんですけど、はいまあ、自分たちの熱意が結果的に伝わって、で始めたらもう結果的にはすごく一気に伸びた。でそれがまあ父親に対しての証明にもなって、はい、もうお前らそこまであの結果出せるんやったらもっと広げていったらどうやみたいな感じで進められたっていう。じゃあそのスタートは3兄弟でスタートした。そうです、3兄弟です。もう20代ですか？それは20代ですね。サッカー辞めて23から5の3年間ぐらいがもともと電化製品の価格とかのリユースで、はい、2011年の12月に弊社の今バリエンスという会社を設立してるんですけど、はい、実はその間の期間にブランドのリユース事業と洋菓子の事業をしたんですよ、はい、で洋菓子の事業もそのタイミングで順調に成長したんで、兄2人はもう洋菓子の方に専念する、はい、で僕はもうリユースに専念するという形で、まあ、3兄弟が分かれて、で私が今の会社の社長に就任したっていうか。あ、それがもう本当30代前半ぐらいの出来事ですかね。はい、いきなりある意味こう1人になるじゃないですか。そうですね、3人いたのが1人になって、うん、多分背負うものっていうかプレッシャーみたいなのってありましたか？当時はまだ組織としても本当に20人30人ぐらいのもう全員が顔の見える中でやってたのと、はい、ある程度その自分の考えてることとかも全員が共有できていたので、うん、あんまりそういった意味での心配はなかったですし、はい、当時まあ今ほどその、まあ、1000人近くの社員が、はい、を抱えるまでの組織になるなんて夢にも思ってなかったんで、はい、だからとにかく目の前のお客様に対してどれだけ楽しんでいただけるかとか喜んでいただけるかっていうことをただただこう追求していこうぜみたいな感じの、もう営業部だけの組織みたいな感じだったんで、その時に大きなものすごい大きな未来みたいな、うん、目標みたいなのを掲げてたというよりは、そうなんですよ、本当に目の前のことをまず
そうです、集中してやろうっていう。いやもう本当にまさにそんな感じで、もう上場っていうことすらも知らなかったです当時は。ちょっとずつやっぱり成長してきた時に見える景色が変わってきたっていう感じです。いやでもなんでそんなにこう成長できたと思われますか？なんか要因あるんですか、強みとか。今現時点でのスタンダードはこうだ、はい、でもこれからのスタンダードがこう変わるんじゃないかっていう仮説を立て、新しいスタンダードをしっかりとこの業界の中で確立していったっていうのが僕たちのこの後発、この業界後発でありながら成長できた要因かなと思っていて、はい、仮説立てるの上手ですね。なんか自分のモチベーションとして、はい、やっぱりどうせやるなら人と違ったこと、他のもうすでに確立している会社とも違うことをやって独自の価値を作るっていうのがもうお客様を引き寄せる一番のその要素であるっていうふうに思ってたので、はい、私自身もいろんな質屋さんとか、はい、競合というかすごく、強いとされているような企業をいくつか回って、はい、これまでの正しさがもう覆されるような時代がすぐそこに来てるっていうことも分かってたので、はい、顧客目線でサービスを全てアップデートして、うん、新たなモデルを作ったっていうところが勝ち筋かなと思います。で例えば、まあ、集客買取販売っていうこの3つの力を我々は創業時から磨いてきたんですけど、はい、集客も今では想像できないかもしれないですけど我々の業界当時は紙媒体とかで集客してたんですよ、はい、いわゆるチラシみたいなことですか？そうです、折り込みチラシとか新聞広告とか、はい、もうマスに対して広告をばらまいて、はい、たまたま興味を持っていただいたお客様が店舗に来店するみたいな時代、はい、どう考えても将来的には需要と供給というか、まあ、ニーズがマッチするような広告みたいなものが、まあ、ウェブ広告とか、うん、まあ、主流になるというふうに思ってこの業界で初めて、まあ、デジタルマーケティングのところで集客をスタートしたというところがまず一つ、はいはい、で今度買取の部分においては買取価格を高く提示する会社が有利、買ってるっていうようなイメージあるじゃないですか、はいはい、なんか高く買ってくれるところはいいみたいな。でも実はそうではなくて、はい、顧客にとっての体験価値を上げることの方が勝ちやすいんですね、はい、つまりその最終的なプライシングの買取金額を出す前の10分15分の商談の中でコミュニケーションからの信頼、はい、小さななるほどなっていう納得感をどれだけ積み上げられるかで最終的に金額を提示するその金額は正直顧客はそこまでこだわりはないんですよ。意外ですね。そうなんですよ。だからトータル的な顧客満足を作っていくという意味で僕たちはやっぱその接客力とか人間力で勝負していくっていうふうに決めて創業したっていうのがまあ2つ目 で、はあ、で最後その販売に関しては普通一般消費者に物を売るじゃないですか、はい、一般消費者から買って一般消費者に売る、はい、僕たちは一般消費者から物を買うんですけど競合他社ライバル企業にオークションを通じて企業間取引の販売してたんですよ。僕らは C2B2B、はい、エンドが B なんです。あ、そういうことですね、はい、だからもう在庫回転期間も非常に短くこの在庫リスクも持たずに、はい、今月買ったものは来月のオークションで全て現金に買えるっていう、はあ、まあ、そういう形のビジネスモデルをこの業界で初めて作ってでそこで得られた、まあ、資金でこの商売で非常に重要とされている仕入れの店舗の、はい、投資に回していったんですよ。はははは。僕たちはもう買い取りして売った資金で新しい店舗、うん、この買い取りしてみたいな感じでこのサイクルを徹底的に回してだから仕入れは今日本一徹底的に買いにフォーカスするっていうここのリソースの配分というか持っていき方が、はい、まあ、成長の要因かなと思います。今もビジネスマンなので、うん、トップとして今こうそういうふうにスケールできたって分析されてますけども、はい、アスリート時代、はいはい、多分全然そういうのは想像してないじゃないですか当然そうですね精通する部分ってあったりしますかその事業とアスリートっていうやっぱりサッカーも、まあ、スポーツも、はい、結局チームとしてどう機能させるかっていうのはすごくスポーツでも重要じゃないですか、はい、サッカーやれたと、はい、どれだけ能力のある点取り屋が一人いたとしても、うん、守備がガタガタだったら試合には負けるみたいな感じで、うん、はい、能力が高いだけではなくてチームとして協調性があるかとか、うん、その関わるメンバーをしっかりと、まあ、リスペクトできるかっていうような観点でチーム作りはやってるんで、うん、だからそれはもうサッカーから養えられたことかなと思いますね。そんなにこう喋りも
上手にそうビジネスの話とか今でこそそれですけど、その時って一切ですね、ビジネスの世界に入って、はい、もう僕よりも何倍も優秀な人たちが、はい、もうとんでもなく流暢に話されるわけですよ、はい、だからやっぱそこをもう最初は真似て、はい、今でこそ少しずつ喋れるようにはなってますけど、はい、結局は場数だなと思いますね。ああそうですか、はい、全然喋れなかったです。その時悔しさとかやっぱり葛藤みたいなのってありました、うん、やっぱりそのビジネスの世界に入った時はもうサッカー一筋で勉強も何もやってこなかった男だったんで、先輩たちとのギャップはすごく感じましたけど、はい、でもそこでもサッカーのチームの中でいかに自分の存在価値を証明するかというか、うんうんうん、どうすればその活躍の機会が手に入るかっていうのは、はい、仕事しながらも結構考えてたかなと思います、ね、へー、はい、そうなんですね。そうそう、じゃあ今もトップダウンでなんか決めるぞっていう感覚よりも、うん、なんかこうチームの中の一員でいるみたいな感じですか？そうですね、まあ、答えを引き出すというか、はい、まあ自分の中で答えがあったとしてもグッとこらえて問いかけるっていうことは意識してるんですけど、熱くなっちゃうとやっぱり言っちゃうみたいな言っちゃうってな、そうなんですよね。だからそことの葛藤はしてますね。 ありますか、やはりめちゃくちゃありますね。僕がこうだ絶対こうだっていうことを押し付けることによって彼らの可能性奪ってる可能性もあるなと思って自分の意見を一つアイデアとしては出しながらも、はい、そのチームメイトの仲間の意見をどううまく引き出すかっていうのが、うん、実はトップで一番求められている動きなんじゃないかなっていうのは思うんですよ。面白いですね。なんかそういう意味ではちょっとサッカーとまあ精通するところもあるというか。そうですね、自分がシュート打つんだみたいな感じがありつつも、うんね、まあ、スタイルが、まあ、経営者のスタイルもあると思うんで、はい、あれなんですけど、でもこれからの10年を作っていく上で一つの意見としてテーブルの上に置くだけで、うんうん、その他の意見がもっとテーブルに上がってくることを作り上げる組織の方が結果的には強くなるんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、みんなのアイデアを引き出すように今努力してますね、はい、僕自身は。なんか30代に必要なこうマインドセットというかスキルみたいなのってあったりします？30代ってやっぱりある程度仕事も分かり、なんとなく社会のこの仕組みじゃないですけど、そうそう、もう雰囲気もなんとなく分かってきますよね。だからその中で可能性にフォーカスしていくっていうのを意識的にやっていくべきなんではないかと思っていて、はい、で僕あの新入社員の方が入った時に皆さんには可能性があると、はい、とんでもない可能性秘めてると思うと、でもその可能性を奪っている、人がこの中で一人だけいるとしたら誰だと思うかって質問するんですよ、はい、で例えば両親か、うん、ライバルかもしくは先輩かとか、でも実は自分の可能性を一番奪ってるのはあなたですって言うんですよ。人って無意識のうちに自分のやれる範囲っていうものを決めちゃってたり、うん、一定の成果を上げてきたというこの経験や体験から出る正しさみたいなものが実は固定概念としてこびりついてしまっていると思っていて、だからなんか人の意識って無意識が全体の 97% を占めて、はい、意識は 3%、うん、無意識 97% みたいな感じで生きてるとされてるらしいんですよ。はい、日々何かを感じたり何かを意思決定するその瞬間ってほぼ無意識じゃないですか。うん、そうですね、何気なくやってる何気ない行動ってことですよね。 それをジャッジする良い悪いとか決めるとか、なんかこれが成長するか成長しないかとかっていうその物事の判断軸って全てにおいて過去の延長線上の体験や経験から紐づいてる正しさだと思うんですよ、はい、だから僕がやっぱりその30代の方々に向けて言うとすると、97の確実性よりかはもう 3% の意識を働かしてもう可能性だけにフォーカスしていく、はい、パッと出た答えと意識的に真逆の答えを立ち表せるような訓練をして、はいはい、A だけではない A or B というのを意識的に作るんですよ、うんうん、しかも真逆の、はい、もう A って出てたとしてもあえて B を立ち上げて、ここの余白のスペースが多分可能性になってくると思うんで、はい、だから選択肢を持つっていうことが可能性を広げることだっていうのはこれ意識働かせないと絶対できないんですよ。そうですね、はい、一択ではない二択三択を意図的に作るっていうのを30代では意識すべきなんじゃないかなと思います。全ての30代に伝えたいです仮説の話今日ありましたけど、はい、転職とか、まあ、ピボットするとか、はい、起業するとか
かそういうところをフォーカスするときに、まあ、やっぱりリスクとか怖いっていう感情とかあると思うんですよね、うん、はい、みんなその前にあんまりこう仮説みたいなのを立ててなかったりするのかなっていうのを今思って、うん、とにかく理想を掲げてみるっていうのはすごい重要かなと思っていて、はいはい、なんかこれも無意識に、まあ、人物お金っていう経営資源があって、はい、その自分の身の丈とか会社の身の丈に合ったアイデアしか出してはならないみたいな固定概念あるんですよ、うん、なので、はい、なんかそれを取っ払っていやいや自分が本当になんか理想とするめっちゃおもろいやんとか、うん、これやった方が楽しくないかみたいなことを大風呂敷広げろと、うん、でそれしてから初めて今自分たちのリソースがっていうような形でいかないとこの100の中で考えてたらもう結局着地が60、70になると思うんですよ、うん、でも1000にしたら結果的に着地が250とかなるじゃないですか、はいはい、その理想にからの逆算していこう、うん、限られたパイの中での理想じゃなくてそれ度外視して理想を掲げようというのは結構今若手のメンバーたちに言ってますね。それ無意識なんですよみんな。そうか、でもそういうことなんですね、うん、無意識にやっぱりそうなってしまうってことですね。なってしまう、人間ある種、いやなってしまうと思いますね。そういうことなんですね。うん、僕自身も自分の可能性にフォーカスしてきたから今があって、はい、確実なものばっかりその取りに行ってたら今の自分は絶対なかったわけですよ、はいはい、だからこんな僕でもできたように、はい、もうとんでもない可能性の塊ばっかり、もうポテンシャル人材ばっかりなんですうちの会社、はい、でもそこに制限がかかってるから成長が限定的になってて、なんかもうその制限取っ払ったらもうとんでもない成長するっていう風に僕は、まあ、自分もそう感じてますし、入ってきていただける社員の方にはみんな同じ話をして、はい、可能性にフォーカスしようぜって言ってます。一番悩んだのはいつですか？悩んだのは、まあ、やっぱりサッカーの時、はい、戦力外通告を受けた時、はい、まあ、21とかでしたから、はい、まあ、辛かったですね。とにかく一番人生の大きな挫折でしたし、でもなんか今考えてみるとよくぞ戦力外通告を言い渡してくれたって思いますよね。なぜですか？だってあの時に僕の能力を見切ってくれてなかったら、ああ僕はずるずるサッカーしてたかもしれないじゃないですか。びっくりしたんですけど、はい、あの本で読ませていただいて、はい、その戦力外通告したのは西野さんなんですよね。西野さんで、それの西野さんにあの本の帯書いてもらったですよね。いやでも本当に思いますよね。なんか中途半端に続けてたりしたら、うん、やっぱり2年3年遅かったら今の自分なかったと思いますし、うん、あの時サッカー22歳で引退するっていう風に決めたのもこの成長が保証されてるのは何一つなかったわけですよ、はい、自分が決めた意思決定をとにかく結果的に正しくしたもん勝ちやなと思って、はい、正しくできるかできないかは自分次第なんで、うんうん、とにかくそっちにフォーカスして成長してきた。結果的に挫折を挫折で終わらせたら、まあ、挫折のままなんですけど、はい、やっぱり成長やその成功の機会につなげたらそれは挫折からターニングポイントに変わるんじゃないかなって表現が、はい、うん、僕はそれを少なからず証明できたんかなっていうふうには思いますね。確かに多分なかなか想像できないと思うんですよ。自分本当に大好きな、うん、あの競技に、はい、まあ、大好きなことに集中してこう生きてきた中で、じゃあ君はもうプレーはできませんっていうか、ここではできませんっていうのをこう言われた時の挫折感っていうのはなかなか味わうことがない挫折だと思うんですよね。そうですね。でもやっぱあの時の悔しさみたいなものが原動力になってる部分もあるんですよね。やっぱり、はい、やっぱ男としての、うん、まあ、プライドみたいなものもあるじゃないですか、はい、うん、あの経験は僕にとっては財産になってますね。でそれでいて今まさにそのサッカーの授業ですとか、はい、あのスポーツの授業っていうところにも、うん、あの注力されてるじゃないですか、はいはい、そのあるんですか、スポーツサッカーへの恩返しっていう気持ちは。僕はやっぱスポーツ、特にサッカーから、得られたものが非常に多いし大きいですし、それだけの経験をさせてもらった頃こそ今があるっていうことを考えると、やっぱり自分と同じような、思いでサッカーを手放してしまった人とか、そのアスリートのセカンドキャリア問題みたいなものも少なからずまだ課題としてはあるので、アスリートのこの持続可能な未来みたいなものを、うん、
スポンサーするだけじゃなくて、自らがチームの例えば取締役であったりチームと密接に関わることによって、はい、アスリートたちがこのセカンドキャリアが本当にこう転職になるように、うん、今はどちらかというとキャリアダウンみたいな感じになっちゃうんですよ。なんかあれの考えをちょっと改めたい。何なんですかね、そのやっぱり収入とかそういうことも含めて、なんでも世の中のこう雰囲気としてありますよね、うん、雰囲気としてありますね。僕からするとアスリートって誰かに言われて野球やサッカーをやったわけじゃなくて、はい、自らの意思で好きなものに夢中になれる能力があるわけじゃないですか、はい、でその成長したいありたい姿と現状みたいなところのギャップを埋めるその力がアスリートは圧倒的に高いがゆえに成長が上手くなれると思うんですよ、はい、だからそこの感覚はビジネスでも全く一緒だと思ってて。おっしゃる通りですね。ですよね、はい、だから僕アスリートが間違いなくこの社会に出ても絶対活躍するって確信を持っていて、はい、弊社もデュアルキャリアっていう、はい、あのアスリートを続けながら弊社バリエンスで働くっていう仕組みを作って、ほうほうほう、実際に今働いていただいて、はい、見てるんですけど、はい、やっぱりパフォーマンス高いんですよ。へ、うん、あ、それは実業団みたいなことではなくて、もう本当にこう両輪でキャリアを築いてるっていうことです。おっしゃる通りです。もうデュアルキャリアっていう制度なんで、はい、まあ副業とかではなくて、はい、まあ、どっちもフルコミットするっていうのがデュアルキャリアっていう考え方で、うん、本当にアスリートを続けたいとか歌手もの方もいるんですけど、うんうん、歌手かつ続けたいっていう中でその一人一人に合った働き方を選べるようにして、うん、午前中はもう練習したいから、はい、午後からしか出勤できませんっていうところもしっかりと認めて、うん、俺は一つの働き方としては、まあ、今後に非常にこうつながる働き方なんじゃないかっていうところで、かなり成果出てきてるかなと思います。冷静に考えると本当おっしゃる通りで、こう皆さんねパフォーマンス力が高い人材なわけじゃないですか、うん、間違いないですね。だからビジネスとのこう親和性っていうのは、うん、本来やっぱ高いって考えた方がいいってことですよね。いや間違いなく高いんですけど、はい、やっぱりそれを信じてないアスリートがいるんですよ。あ、むしろそのアスリート側にもやったと思います、ね、あるんですか、そういう考え。まだちょっと及んでないってことあると思うんですよ、はい、よくやっぱりアスリートと会話した時に、いや俺はサッカーしかやってきてないからなって言うんですよね、はいはいはい、聞きます。聞きますよね、はい、聞きますね、はい、でもめちゃくちゃ立派なことじゃないですか、はい、何か一つのことに5年も10年も夢中になってる人の方が少ない、うんうん、それを本当に横転するだけっていうか、はいはい、なんだよって言ったら、うん、そういうことですかっていう感じでパッと目を見開く瞬間とかがあるんで、はい、だから結局そういう機会がないだけなんじゃないかっていう、あ、まあ、まさに固定概念ですよ、はい、俺は何者だって決めつけてるから、うん、いやもう何者であり何者にもなれるっていうような、うん、なんかそんな風に自身を捉えるだけで、はい、多分相当成長できると思うんで。確かに、はい、変わってきそうですね。またこうアスリートのキャリアみたいな話で、やっぱり少なからずそういった事例も出てきているので、はい、やっぱりそれらの情報をキャッチアップして、はい、早期に引退される方もいれば、まあ、スポーツやりながらデュアルキャリアみたいな制度を使う人もいて、うん、出てきているのはやっぱりこれまでになかった動きだと思うので、はい、さまざまなこうメディアとかでこういろんなケースが出てくれば、うん、あ、私も俺もできるかもみたいな多分気づきになると思うんですけど、そういった事例をバリエンスとしても作っていきたいなとは思いますね。結構そういう経営者、まあ、スポーツに携わる経営者としてのここネットワークみたいなのってあったりするんですか、うん、いろいろ情報交換させていただいたりとか、なんか僕直接羽田さんじゃないですけど、はい、DM で崎本さんちょっと話聞いてくださいみたいな感じでなんか来ていただける若者とかもいて、あ、そうなんですね、人生相談乗ってみたいな感じ。え、アスリートとかでもですか。アスリートは、まあ、求められるうちが花やなと思って。いやすごいですね、はい、でも素晴らしいですね。そういうことがまたきっかけになってね、その人が、あ、まさにキャリア形成が変わるっていうことも考えられますし、はい、目標っていうのは今掲げてる目標っていうのはあるんですか。ビジネスの観点でいくと、まあ、まだまだ自分たちが思い描いている姿には程遠い状況なので、はい、自身が手応えのあるような感覚にまで持っていきたいなって。あとはやっぱり働いていただいているスタッフの方々が仕事とプライベートを切り分けてしまってる、うん、だから仕事は仕事、プライベートはプライベートっていう、12時間は仕事で12時間プライベートみたいな風になんか分けさせる風潮があるじゃないですか、はい、でもこれって分ける必要あんのかと思ってて、なんかプライベートの時間が充実してたら仕事の時間も充実するとか、はい、なんかそんなんじゃないと思うんですよ、はい、だから人生こう24時間、1日24時間で切り分けることなく、その
仕事もプライベートもなんか自分の本当に人生というか、うん、楽しむっていうことを決めて生きてもらえる方がやっぱり結果的に自分の人生より豊かになるんじゃないかなと思うので、はい、もっと働きがいややりがいを、まあ、僕自身がしっかりと作った上で自らの意思で躍動してもらえるようななんかそんなことを必ず実現したいと思ってるし、はい、そこをなんか自分が本当に手応えのあるようなところにまで持っていけたら、もう僕は引退だなと思いますそこで次の世代に落としてよ、はい、やっぱり実現したい社会とか、うん、実現したい世界、どんな世界を実現したいと思われてますか、まあ、ミッションってことになるのかもしれないんですけど、私たちのパーパス、はい、まあ、そのパーパスがサーキュラーデザインフォーゼアースアンドアスということで、はい、まあ、地球そして私たちのために循環をデザインするっていう、うん、私たち、まあ、顧客目線を貫いたことでこの業界の中では後発でありながら成長してきたんですけど、はい、じゃあ社会課題や環境問題にこの11年目を向けられたかっていうと、うん、もう皆無だったなっていう反省があって、うん、はい、顧客目線に加えてしっかりとその地球目線も加えることで私たちが活躍すればするほど地球がきれいになっていくみたいな、うんうん、そんなことができたとしたら世の中からもう間違いなく評価される、まあ、インパクトを与えられる企業になるんじゃないかと思っていて、でも今まではやっぱり単なるそのブランド品の買い取り販売している会社というようなことでしか僕の中では成長できてなかったなと思うので、うんうん、自分たちが今やってる、まさにやってることがその社会課題とか環境問題の解決につながってるんだっていう、うんうん、それこそ全社員がそれぞれの持ち場でそれらを感じられることがもしできたとしたら、彼らも自分の仕事が誇らしくなると思うんですね、はい、本当にそこの高いレベルにまでこう企業を成長させていきたいなと思ってます。すごい、もう本当楽しみにしてます。いや、もうこれから地道に一歩一歩って感じですけど、ぜひ見といていただければなと思います、はい、まだ引退しないでください分かりました最後にですね、はい、記念撮影をさせていただきたくていいですか。ぜひぜひ、はい、もちろんです。はい、チーズ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。